鶏が先か、あるいは卵が先か。鶏がいなければ卵は生まれないですね。でも卵がなければそもそも鶏は生まれないはずです。一体どっちが先なのか考えると非常に悩ましいですが、今日はそんな感じの気持ちになるマジックを見てもらおうと思います。使うのは4枚のエースです。続けて1枚、ミステリーカードです。周りで不思議なことが起こります。さらに1枚、今回はスペードの6ということにしておきます。スペードの6を含む 1,2,3,4,5 5枚のカードに、まずは1番目、不思議なこと。近づいたこの瞬間、なんと1枚消えてしまいます。さらに不思議なこと、ダイヤのエース、ミステリーカードの上、ハートのエース、ミステリーカードの下、残ったカードを上に近づけた瞬間、赤色がこちらに、そしてこちらには黒のエース。でも気になるのはこの裏向きのミステリーカード。これだけ不思議な現象を起こすミステリーカードの正体は何だったんでしょうか。見てみると、消えたスペードの6です。あれ、スペードの6があるからミステリーカードがあるのか、ミステリーカードがあるのからスペードの6があるのか、一体どっちが先なんでしょうか。そしてミステリーカードの本当の正体とは何だったんでしょうか。こんにちは、ウェルです。今回は鶏が先か卵が先かという有名なこの哲学的な問いと絡めたマジックを紹介したいと思います。まあ、結構自分らしさが、僕らしさが出てるところなのかなと思ったりするんですが、皆さんはちなみにこの最後の問い、ミステリーカードが先にあって選んだカードがここにあるのか、あるいは選んだカードがあってのミステリーカードなのか、どちらが先だと思いますか。普通に考えたらミステリーカードですと最初に置いてるから、まあミステリーカードが先ですよね。ただミステリーカードが選んだスペードの6であると分かった瞬間に、その前提が少し崩れるような気もします。となってくると、果たしてこのミステリーカードが先だというふうに言い切っていいのか。この最後の問いというのは別に答えはないです。見る人によって、見る視点によって、考え方によって答えがいろいろと変わってくる。そこが面白いところだと思います。このマジックが始まった時に、ミステリーカードの周りでカードの数が消えたり入れ替わったり、不思議なことが起きるよというのを示しました。でもそれはただの前菜で、あくまでもミステリーカードが不思議な存在であるということの理由付けでしかないんですね。なのでここのマジックの本質はそこではなくて、最終的にここにあるカードは一体何なのかという、そういう考えを考えてもらうというのがポイントになってます。で、僕こういうマジックはすごく好きなんですよね。見ていて後味すっきりしない感じ、見ていてちょっと違和感というか居心地が悪かったと思います。で、その居心地の悪さを提供する感じが好きなんですよね。だからこういう答えのない感じに、モヤモヤした感じがこのマジックにはぴったりなのかなと思って、こういう実演に仕上げています。で、ミステリーカードというぐらいなので、そういう雰囲気が合うと思うんですが、皆さんはどっちだと思いますか。ミステリーカードが先なのか後なのか、まあ、はたまたそういう先か後かじゃなくて第三の考え方があるのかとかね、わかんないんですけど、皆さんの答えが聞けたらいいなと思っています。で、やり方については概要欄のノートの方に解説してあるんですが、そちらの方ではやり方はもちろん演技のポイント、細かなポイントで不思議に感じてもらいやすいような、言葉の運び方だったりとかっていうのに気をつけて説明しているので、興味のある方はそちらからご覧ください。久しぶりにこういう実演のマジックをやってみましたが、また好評であればやりたいなと思います。それでは